エフレム・ジンバリストは、バイオリニスト。指揮者や音楽教師も務めた他に、作曲や編曲も手掛けた。ロシア語名は、エフレム・アレクサンドロビチ・チンバリスト。ロシアのロストフナ、ドヌにて、ユダヤ系音楽家の家庭に生まれる。指揮者の父親の楽団で、8歳になるまでにバイオリンを弾き始める。12歳で、サンクト・ペテルブルク音楽院に入学して、レオポルト・アワアーに指示。 卒業後はベルリンでブラームスのバイオリン競奏曲を弾いてデビュー。1907年にはロンドンで1911年にはボストン公共楽団と共演してアメリカ合衆国でもデビューし、その後はアメリカに定住した。古い時代の音楽の演奏によって大いに人気を博した。夫人のアルマグルックはルーマニア出身のユダヤ系アメリカ人、ソプラノ歌手で、 ジンバリストとの間に西を設けた。息子のエフレムジンバリストジュニアは、アメリカの有名なテレビ俳優で、孫のステファニー・ジンバリストは、世界的に人気のある女優である。1922年、訪日したジンバリストを、東京駅で出迎える森立子と村田カ子1922年初来日、以後4度にわたって来日した。1928年に、 フィラデルフィアのカーティス音楽院で指導を始め、1943年に、同校創設者のメアリ・ルイーズ・カーティス・ボックと再婚。1941年から1968年まで、カーティス音楽院院長に就任する。主要な門人に、オスカー・シュムスキーがいるほか、日本の江藤都也も、皇帝の一人でしばらく、カーティス音楽院で教授を務めた。 1949年に一旦演奏活動から引退するも、1952年に復帰し、ジャンカルロメノッティのバイオリン競争曲の世界初演を務めた。1955年にまたも引退。1962年から1966年まで、チャイコフスキーコンクールの審査員に加わった。作曲家としては、ピアノ競争曲、バイオリン競争曲、アメリカ教師曲、 公共紙、ダフニスとクロエ、弦楽四重奏曲を残している。このうち、保丹町の弦楽四重奏曲は、ファインアーツ四重奏談による、世界発録音版がナクソスから発売されている。ありがとうございます。